こんにちは、セイザーチャンネル、ハルガです。アンナです。今週もミャンマーのニュースを報道いたします。ミャンマー全体の様子が変わってきています。ヤンゴウ山頂、バフロードでは3日連続で銃声が響き渡りました。昼間のバフロードはバリケードがあり、車は通れません。まるで戦場のようです。しかし、早朝や夕方は以前ほどではありませんが、地元の人で賑わいます。まだ夜になると、亡くなった方を弔うため、ろうそくに明かりをつけます。一日で三度も雰囲気が変わります。落とし物のシェアがされました。2月28日、でも終了後に忘れ物を公開しました。すべて持ち主に返すためです。まだ冷凍さな付近でも日本人の忘れ物と思われるタブレットを拾ったと Facebook 上で拡散されていました。携帯電話や服装など忘れた方がいたら取りに行ってくださいね。優しくて安全な国だからこそこんなことができるんですね。買い物が大変になります。参加者不足よりミャンマーブラザーが無期限で休業すると発表がありました。治安状況により大手スーパーマーケットのシティマンや配車大手グループ、またコンビニなども休業や営業時間の変更があります。ミャンマーに暮らす人々の生活が少しずつ大変になっています。家から出ないので大丈夫です。ハルカさんが言ってくれます。一人で、ま、でもいいよ、下手。危ないから。女性に怯える猫。猫を確保。女性の音にびっくりして怖がっている猫ちゃんを自分のヘルメットに入れて、安全な場所に移動させる姿が目撃されました。CDMO Get Disobedient Moment と思って、外に参加した猫ちゃんでしたが、あり怖くなってしまったのが、道の上で動けなくなってしまっていました。直ちにデモ隊の人たちが助けましたが、猫ちゃんはしばらく震えていました。昨年11月の選挙で当選した298名によって独自の就任宣誓が行われました。連邦議会代表委員会、通称 CRPH です。2月9日にアウン・サン・スー・チー女子の国家顧問再任命を行い、3月2日には閣僚の任命もされました。いわゆる二重政治です。少数民族の動向も国外の動向も目を離せません。今週は以上です。来週もまた見てくださいね。高評価チャンネルの登録も忘れずにお願いします。